青学専門塾は確実にマーチに合格するために想定レベルの学力を身につけます。無料体験指導や受験の相談は下記の概要欄から申し込みすることができます。それでは動画に行きましょう。自己紹介お願いします。東京工業大学の大学院に通ってます、足立レオです。よろしくお願いします。今回高校生が大学生に聞きたいことということで質問を募集させていただきました。一つ目からいきます。東工大を目指しているものです。オープンキャンパスなどではわからない通われている方からのリアルな声を聞きたいので、大学の満足度について教えてほしいです。はい、大学の満足度は1万点です。その満足度に至った理由を教えてください。そうですね、まず東工大っていうのが理系に特化した大学になっていて、その分まあ理系の人からすると研究もすごいレベルが高いですし、授業も理系の向けの文系の授業があったりという点で非常に満足度は高いかなと思います。マイナスの点ってないですか？そうですね、あんまり思いつかないですね。強いて言うと女子が少ないことぐらいですかね。学内での出会いは多分ほとんどないかなと思います。他の大学とは違った東工大あるあるがあれば教えてください。まあ、石を投げれば理系に当たるっていうところですね。東工大は基本的に理系の学部しかなくて、道歩いている人を全員に声かけたらまあ理系ぐらいの割合なのが多分あるあるですね。学生時代にしておくべきことを教えてください。僕は3つあるかなと思ってて、第3位が運動する、第2位が自分の専門の勉強をする、第1位が課外活動、この3つかなと思います。就職してからもメンタルに来ることも絶対多いでしょうし、そういう時にどれだけ運動してきたかとか、そこでメンタルがどれだけ鍛えられたかみたいなのがもちろん大切ですし、大人になった後も健康面というのが一番大切かなと思うので、これが第3位に入っていて、第2位は勉強ですね。自分の専門の勉強ができてないと他のいろんなことをしててもえってなるんですよね。そういう面では自分の専門の分野っていうのを勉強しておくっていう必要があるかなと思います。で、第1位の課外活動はいろんなところにチャレンジしていくとか、いろんなものに参加していくみたいなのが僕はすごい大切だなというふうに思っているので、1位には課外活動を入れました。勉強していても気がついたらスマホを触っています。どうすればいいでしょうか？スマホを別の場所に移しましょう。机とかにスマホを置いちゃうと、それが目に入るのでどうしても触ってしまうっていうのがあると思うので、ゲームとかスマホとかを引き出しに入れるも一つそうですし、別の部屋に置いとくとか、そういうことでも多少解消できるかなとは思います。ご自身は受験生の時に勉強したいのにスマホ見ちゃうみたいなことはなかったですか？僕もありました。スマホはどうしても見てしまうので、家にスマホを置いてカフェに行って勉強するとか、無理な状況、スマホが使えないような状態を、できるだけ作るようにはしてました。暗記物は寝る前が効果的とよく言われますが、実際そうですか？実際そうです。寝る前に勉強してたことって朝起きたらある程度覚えてるっていうのがあるので、一夜漬けとかするぐらいなら10時11時ぐらいまで詰め込んで、しっかり7時間8時間寝て起きてもあんまりテストの点とかは変わらないかなと思ってます。暗記においても大事ですし、もうその他のいろんなことにおいて睡眠は一番大切です。